はい、今日放送終了後にあの動画撮ろうと思ったんですけど、別に良くないですかみたいな感じになって撮らなかったんだけど、だからしゅうちゃんとなっきーもアナログさんもいないんですけれども、あのちょっとだけ撮りたいと思いました。スタジオがですね、実は今までですね、あの別のネット回線だったんですけども、この度じゃじゃじゃん、この人になりました。この人になったよって言っても分かんないかもしれない。入力光を導入しましてですね、シャミュー TV の通信速度が速くなるかもしれないし、ならないかもしれないしっていう感じなんですけど、あの新しくあのネットを導入したよというですね、ご報告です。また月額使用料がかさみますので大変になりますが、あの頑張っていきたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。そしてですね、じゃ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 ん、こちら、はい、ご覧いただくとですね、はい、今週末のイベントですね、はい、創造市場の2021年の春公演という形になっておりますね。銀河鉄道の夜でございます。こちらですね、我々、夕暮れもんもんの木曜日の MC でありますモリーが登場します。銀河鉄道の夜でございます。私はあの39しか見たことがないのでですね、なんでこういう絵になってるのかちょっとよくわかんないですけれども、リンゴってなんかそんな重要な役回りなのかなみたいな、ちょっとよくわかんないですけれども、あのこちらやります。詳細なんですけれども、はい、土浦とお御霊でやります。で、土浦が25、26だったかな、あ、違う、嘘です、24、25です。で、お御霊が8月の7です。こんな感じになってます。あのぜひ皆さんもね、あのチケットのお買い求め、ショットバーインクの店頭でもやってますよって書いてありますので、あのぜひ皆さんこちら銀河鉄道の夜、あのゲットしてください。はい、夏始まりました。はい、梅雨も明けました。特に喋ることがもうないですけれども、はい、あ、ちょっと大切なこと忘れてましたよ。あの大切なこと忘れてました。あのこちらですね、カレンダーでご覧いただきたいんですけれども、お盆休みがチャンネル TV もあります。毎年あのやってますけれども、13日ですね、迎え盆の13日金曜日お休みです。そして16日送り盆ですね、16日もお休みですので、13と16はお休みになってますので、皆さんね、そちらご注意ください。はい、ということでした。ではまた明日も夕暮れもん見てください。バイバーイ。